西帯広駅は、北海道帯広市西23条南一丁目に、ある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、K29。1977年の西帯広駅と、周囲約 1km1.5km 範囲。右が、根室方面。右手方向の帯広駅からの貨物船は、右端の農協倉庫周辺へ分岐した後、 当駅の駅舎前を過ぎて、左端に少し見えている輸送所や、さらに先の日本天才聖堂目室聖堂所へ向かう。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旧駅名はアイヌ語のフコペの上部から、現駅名は帯広の西方にあることから、単式と島式のホーム二面三線を有する地上駅である。 駅舎とホームの間に、帯広貨物駅と日本天才政党メムロ、政党諸島を結ぶ帯広市産業開発公社の専用線があった名残で、地上の待合室からホームへは、古戦橋を使用しなければならない。この古戦橋は、駅の南北を結ぶ自由通路にもなっている。本線は2番線で、交換や追い抜きの対比の場合のみ、下りは1番線、上りは3番線を使用する。 専用線側にも使われていないホームが残存している。帯広駅管理課の無人見駅。湖泉挙内に簡易自動券売機が設置されている。以前は駅前商店で発売する簡易委託駅だった。1日の平均乗降人員は以下の通りである。周辺はもともと住宅が多かったが、近年はその範囲も南側に大きく広がり、商業施設も増えてきている。ありがとうございます。